はい、どうもタンタンです。今日はこちらアヌエヌエ入荷してまいりました。このモデルもうちは、新品としてはね、お取り扱いするのは初めてかな。アフリカンマホガニーモデル、アフリカンマホガニー3ですね。テナーサイズのオールマホ単板の1本でございます。非常に見た目のね、こうデザインなんかシンプルで、ロゼッタのところだけこう貝のインデが入っているといった感じでございます。テナーらしいこう張りの強さっていうのは感じるんですけども、音全体はマホの、アフリカンマホのね、柔らかさ、やっぱりテナースケールあるだけあって、この辺り、ここの辺まで来てもしっかりと音出ますよね。でなおかつこの大きめのフレットであることによって、こうどの辺りでも何て言うかな、抑えやすくて音を出しやすい、そんな感じですね。弾きやすく感じると思います。はい、さらには若干、そうですね、 R 指板にもなってるので、その辺りもこうテナーサイズでどうしてもこう張りが強くて、こう押さえづらいなって感じる方も多いと思うんですけれども、こうバレエコード、こう制覇のコードなんかでもかなり弾きやすいんじゃないかなと思います。はい、テナーの割には多分マホだからだと思うんですけども、音がすごく軽快、軽やかな雰囲気かなと思うので、もちろんソロ弾き、テナーサイズなんでね、ソロメロディー弾き、ソロ弾きでもいいと思いますけれども、コード弾きなんかでもすごく軽快な軽やかな雰囲気で、シャキッとこう、なんていうかな、歯切れのいい音で鳴らせる一本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらアヌエヌエのテナーサイズですね。こちら、はい、アフリカンマホガニーの、3テナーサイズ、アフリカンマホガニー3というモデル、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。